ディモナは、イスラエルの都市。同国の南部地区にあり、視界の西 35km、ベールシェバの南 36km のネゲブ砂漠の、ただ中に位置する。2007年末時点で、の人口は33,600人。原子爆弾製造の疑いがあるシモンペレスネゲブ、原子力研究センターの近くということで知られている。 吉脇の15章21から22節によると、町の名は、聖書の町という意味の語から転化したものである。ディモナ市は1950年代に開発都市の一つとして、初代首相のダビド・ベングリオンによって設立された。町自体は1953年に創設され、1955年に移民が始まった。移民は、ほとんどが北アフリカのユダヤ教徒で、 彼らが現在の街並みを作った。リモナの地方審議会としての文章は1961年5月2日に採用され、1965年5月24日にはそれをかたどった切手が発売された。イスラエルが核開発を始めてから10年が経つと、周りに都市がないという理由でリモナからそう遠くない場所に、 ネゲブ原子力研究センターが建設されることになった。人口は1980年代に前減したが、1990年代に、ロシアがザイロユダヤ人の国外移民を推し進めると、再び増えた。2008年2月4日には、ディモナテロと呼ばれる、パレスチナ人自爆事件が起き、イスラエル人の女性一人が死亡し38人が、中継症を負った。 イスラエルのブラック銃の大きなコミュニティがあり、創設者であり、精神的指導者のベニエルミ、ベニイスラエルによって統治されている。ディモナに、アラド、ミツペラモン、ティベリアなどの地域を合わせた、ブラック銃の人口は3000人に上る。イスラエルにおける彼らの身分は、長年の懸案になっていたが、1990年5月に B1 ビザが発見され、 その翌年には一時的な居住が認められ、2003年8月には内務省から永住権が付与されて解決した。視聴者1980年代初頭にリモナセミ株式会社などの繊維企業が町の経済を支配したが、それ以降は多くの工場が閉鎖された。現在ではリモナシリカ工業株式会社が沈殿シリカや、 炭酸カルシウム充填剤を製造している。人口の3分の1は、四海沿いの科学プラント、ハイテク企業や繊維製品店などの企業で働いているが、近年は新技術を導入するため多くの労働者が解雇されており、完全失業率は10%に上る。ディモナは、イスラエルソーラートランスフォーメーションの一部に組み込まれている。 郊外のロテム工業団地では太陽熱発電が行われている。ルス・ライニ株式会社は太陽電池をアメリカのカリフォルニア州にパシフィックガスエレクトリックカンパニーが建設した3つの新しいソーラープラントに新技術を導入する計画を進めている。1950年代初頭に貨物のベールシェバ鉄道が延伸されディモナにも達した。 その後、市から圧力を受けたため2005年に旅客輸送も始めた。鉄道駅は市の南西部に位置している。町の主要、バスターミナルであるティモナ中央、バスステーションからベールシェバ、テルアビブ、エーラートと近隣の町にバスが走っている。ありがとうございます。